こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。安倍首相が辞任を発表した数日前の話になる。中国が南シナ海などで大規模演習を行っている。その規模はこれまでで最大となる。また、米軍も南シナ海での軍事演習を強化している。では今回この南シナ海での両者の動きについて話していきますね。アメリカと中国の台湾海峡周辺での対立は、双方の軍事演習という形で、これまでにない規模での高まりを見せており、牽制目的の恣意行為から、偶発的な戦闘の発生も危惧され始めた。中国は、2020年8月に入り、これまで、例がないほどの規模で渤海湾、東部沿岸、黄海、南シナ海の4海域での軍事演習を強行し、台湾への武力侵攻を念頭に置いたかのように挑発行為を行っている。一方のアメリカも、8月24日から南シナ海へ大型原子力航空母艦からなる空母打撃群を派遣しての軍事演習を実施し、こうした中国の動きへの牽制策とする動きを見せている。こうした状況は、1996年の第三次台湾海峡危機とも類似しているかのように見えるが、大きく違うのは、その当時はアメリカの空母打撃群の前になす術がなかった中国が、今は引く気がない点だ。同月のアメリカのアザー厚生長官の台湾訪問に反発する意思表示として、中国は台湾に向けて戦闘機を発進させ、これに対して台湾は、地対空ミサイルを発射して、それを迎撃する姿勢を見せた。もちろん実際に撃墜してしまえば、大問題となりかねない事象であるため、台湾側が自重し、発射された地対空ミサイルは中国の戦闘機を、イビシ追い払った後に自爆したと伝えられている。しかし、この事態は、第三国から見ても、もはや戦争突入と判断されても、おかしくないものであり、日本の一部のメディアなどでは、台湾の行き過ぎを非難するかのようなコメントすら聞こえている。だが、同様に、尖閣諸島などで、執拗な挑発行為を中国側から受けている。日本にとって、台湾の毅然とした態度は、参考になりこそすれ、批判されるような要素は、どこにもないとしか感じられない。中国軍は、公式な発表はしていないが、アメリカ軍によれば、8月26日に、中国は南シナ海に向けて中距離弾道ミサイルを発射したとみられ、中国の大陸部からおそらく4発程度が放たれた模様だ。香港メディアのサウスチャイナモーニングポスト紙は、アメリカ軍の発表より少ない2発の中距離弾道ミサイルが発射されたと報じており、いずれにせよ、南シナ海に着弾したとみられる。同紙は、ここで発射された中距離弾道ミサイルは2種類で、1つ目が、射程距離約4000キロと言われる、コチ26であり、2つ目が、同約1500キロのコチ 21D だと報じている。前述の1996年の台湾海峡危機と状況が全く異なるのは、
くしくも。こうした弾道ミサイルを中国軍がすでに実戦配備していることであり、その気になればアメリカ軍を迎撃できると考えているのだろう。射程距離約1500キロのコチ 21D は中国本土へ接近してくる。アメリカ軍の空母打撃群を阻止し、射程距離約4000キロのコチ26は、直接グアム島のアメリカ軍基地を攻撃可能とも考えられる。こうした中距離弾道ミサイルを保有するに至った中国軍は、これらの存在を誇示することでアメリカ軍の戦力を無効化できると自信を増しており、南シナ海をはじめとする勢力圏の拡大を目指している。アメリカのメディアのナショナルインタレスト紙には8月6日に、元アメリカ陸軍中佐のダニエル・デイビス氏の主張が掲載され、アメリカ国防総省等の対中シミュレーションをもとに論じている。ここでは、今の中国軍は台湾を短期間で制圧可能だとし、アメリカの宇宙を含む通信網を破壊することで、空母打撃群などのアメリカ軍の攻撃力を抑え込むことができるだろうと予測している。また、アメリカ軍がそうした中国のやり方を回避して一時的に戦闘に勝利を得たとしても、その後の台湾防衛や戦闘で損耗するコストは莫大であり、いずれ経済的にその状態を維持できなくなると続く。その上でダニエル・デイビス氏は、アメリカのみが中国に軍事的に対峙するのではなく、周辺諸国が等しく軍事力を強化すべきだとし、ことに台湾は武力侵攻を阻止するだけの戦力を持てばよいと結論している。これによって中国が台湾への武力侵攻を強行したところで得られる利益が少ないと判断されれば、それが起こる確率は低下するため、直接の脅威を受けないアメリカが進んで望む必要はないと述べている。一介の民間人であるダニエル・デイビス氏の個人的な見解と言ってしまえばそれまでだが、アメリカや日本が今の中国を正式な中国と認め、台湾を国家ならざる立場に追い込んだことには触れられていない。そもそも最近でこそアメリカは台湾への武器売却を承認するようになったが、米中の対立が激化する以前までは中国に配慮して台湾への武器輸出に極めて慎重な立場を取り続けてきた。こうした点を棚に挙げて、台湾も中国が攻め込むことを躊躇するくらいの軍備を行えばよいとする安直な主張は、尖閣諸島などで中国の脅威が増している日本にとってもまさに聞き捨てならない見解ではなかろうか。